ジョキソジョキソは民発の武人。主元将の名優として、明朝創建に貢献したジョトールの長男として生まれる。姉は英楽帝の皇后であるジョ皇后。元の名は陰行だったが、皇太尊守上の意味名をはばかって、基礎に改名した。ジョトールの存命中は、左軍と特不辞職についており、1385年のジョトールの死去に伴って後を継ぎ、 義国公となった。先生、北平、三島カ河南で軍務に携わり、降伏した北元の将軍アロテムルが反乱を企てるとこれを撃つ。1399年の西南の変では、南京に留め置かれていた老いの種、高圧が基礎の持つ名馬を買って、主体のもとに逃亡すると、追手を差し向けるも逃げ切られるが、報告を聞いた見文帝は、 彼の実直さを信任するようになった。1402年に朝廷の命を受けて出陣、再美山で援軍を破る。この一戦は、燕軍を大いに恐れさせたが、基礎が南京に召喚されると、孤立した純北の官軍は敗北を重ねた。主体が長江を渡った後も交戦、南京が陥落した時に彼は、主体を迎えようとせず、一人父の指導を守っていた。 この振る舞いに主体は激怒したが、除機祖が元君の子であり、また極刑を免じられる、鉄権を所有していたため処刑には至らず、借位を没収されて邸宅に遊兵され、1407年に没した。基祖の死後、永楽三角は中山王、女徹の名跡が絶えてはならないという理由で、基祖の長子である除金に義国行為を継がせた。以後、 ジョトールの子孫は民末まで南京に住んだ。万歴帝の地位性に、朝廷によって、県聞帝の中心たちを祀る病が建てられた際に、基曽が病に祀られる中心の筆頭とされた。また、大使と中庭の送り名を追蔵もされており、死後に名誉が回復された。ありがとうございます。